今回は遺言と遺留文の論点について学習していきたいと思います遺言というのは自分が死んだら自分の財産をこのように処分してくださいなどということを指定するもので遺言があれば原則として非相続人が残した遺言に従って財産を分割することになりますこのように遺言はとても重要なものですから 有効に遺言をするためには書式の要件を含めてさまざまなルールがあります遺言は基本的にはきちんとした意思能力がある人が自分の自由な意思で行うということを大切にしていますので15歳以上でないとできなかったり誰かと一緒に作ったものは無効になるなどの規定があります15歳というのは間違えやすい年齢ですが これは民法の話で民法は元服の習慣があった江戸時代の次の明治時代にできたものですから当時は大人といえば大体15歳ということだったのかもしれませんそれから自由な意思を尊重するという観点から遺言はいつでも自由に撤回することができます撤回の方法は2種類あって 一般的なのは新しい遺言を作ることです。新しい遺言を作ると古い遺言と定触する部分は無効になりますから遺言が複数出てきて内容に矛盾があれば日付が新しい遺言の内容が有効になると思ってください。もう一つは例えば遺言では長男に家をあげると書いているのに生前に家を売却していた場合など遺言者が 故意に遺言書や遺贈の目的物を破棄したときは、その破棄した部分については遺言が撤回されたとみなされます。続いては遺言の種類についてです。遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類がありますが、秘密証書遺言は試験でも実務でもあまり見かけませんので、ここでは 自筆証証書書遺遺言と遺言とととの違いいいいをききちんと理解してたただきたいと思いますまず自筆証書遺言というのは一般的にイメージされるような遺言です一人でこっそり作って引き出しの中にでも入れておけば自分が死んだ後に遺族が見つけるというドラマや小説でよく出てくるタイプの遺言です一人で手軽に作ることができて 内容も秘密にすることができるというメリットがありますが偽造や変造を防止する観点から財産目録以外はすて本人がが手書きで作る必要がありますそれからきちんとした形式を満たさないと遺言が無効になってしまいますから一般の人がすぐに有効な遺言を作ろうとするのは少しハードルが高いかもしれません。そこで 遺言をプロに作ってもらいたいという人には公正証書遺言を作るという選択肢があります。これは単独で作るのではなくて交渉役場という場所に行って作ります。交渉役場には交渉人というきちんとした書類を作るプロのような人がいて交渉人に遺言したい内容を喋るとそれを正式な書類に落とし込んでもらえます。 公正証書遺言はそこそこお金がかかるのと2人以上の証人を用意しなくてはいけないのが手間ですが紛失や偽造のリスクそれから形式要件を満たしていなくて内容が無効になるリスクがない安全確実な遺言ですから実務ではよほどのことがない限り公正証書遺言で遺言を作ることをお勧めしていますなぜ 公正証書遺言はこのようなリスクがないのかと言いますと、公証役場に遺言の原本が保管されるからです。遺族が遺言を見つけると、公正証書遺言が出てきたということがわかるので、公証役場の原本と付き合わせると、内容が偽造されていないということを簡単に確認することができます。ただし、遺言をした人が死んだからといって、 交渉役場の人が親切に公正証書遺言の原本を持ってきてくれるわけではありませんので勘違いしないようにしてください。ここで、県人と承認は遺言でわかりにくい用語ですからきちんと確認しておきたいと思います。県人というのは遺言の内容の偽造を防ぐために行う手続きです。誰かが封印のある遺言を発見した時には いきなり開封するのではなくて、後日家庭裁判所で開封しなくてはいけません。遺言を見つけた時には、家庭裁判所に請求すると、すべての相続人に、何月何日に家庭裁判所で兼任を行いますので来てくださいという連絡が回って、相続人たちの立ち会いのもとで、みんなで同時に遺言を開封します。これが兼任で、 こうすることによってそれ以降誰かが遺言を偽造することを防ぐことができますただこれはあくまでもそこにそのような遺言があるということを確認するだけの手続きですから遺言の内容の有効や無効を判断する手続きではありませんなお公正証書遺言は原本が公証役場で保管されていて 偽造の恐れがありませんので兼任をする必要がありません。ですから公正証書遺言は相続人の負担が軽くなるメリットもあります。それから証人についてですがこれは確かにその人がその人の意思で遺言をしたということを確認する人で後日死んだあの人がそんな遺言をするはずがない などといった紛争を未然に防止すする役割がありますですから遺言者の親族や利害関係者などは承認になることができませんちなみに自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がきちんとした遺言ではありますが公正証書遺言の方が効力が強い遺言というわけではありませんので勘違いしないようにしてください 一旦公正証書遺言を作った後、気が変わって自筆証書遺言を作った場合には、日付が新しい遺言の方が有効になります。つまり、自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を取り消すことができます。続いては遺留文についてです。遺言をすると確かに 遺言をする人が自由に自分の財産の処分方法を指定することができるわけですが例えば愛人に遺産をすべて相続させるというような遺言をした場合亡くなった人の遺産を期待していた人の人生設計が大きく狂ってしまいますそこで一定の相続人には最低これだけは財産を残すべきだという割合がありますこれを 異流分と言いますまずは誰に遺留分の権利があるかということを押さえていただきたいんですがそもそも遺留分の制度が存在する背景には亡くなった人の財産はその人一人の力で残したものではなくて家族の協力があって残ったので家族の貢献分はきちんと家族に残すべきだという考え方があります。そこで相続人のうち 配偶者相続人と血族相続人の第一順位と第二順位までには遺留分があります。つまり逆に言えば非相続人の警定姉妹には遺留分がないということです。ですから、例えば愛人に財産をすべて相続させるというような遺言があった場合でも、警定姉妹以外の相続人は 愛人に対して一定の金銭を請求することができますただしこれはあくまでも相続人の権利であって自動的にお金を受け取ることができるわけではありませんお金を受け取りたいのであればきちんと払えという必要がありますこの払えということができる権利のことを遺留分侵害額請求権と言います 異流分侵害額請求権には時効があって遺留分が侵害されているということを知った日から1年知らなくても相続開始から10年まででこの期間を過ぎてしまうと権利を行使することができなくなくってしまいまいすでは最後に「携帯姉妹」以外の相続人はどれだけの金銭の支払いを受けることができるのかを説明したいと思います。 相続人全員で最低限確保することができる遺留分の合計を抽象的遺留分といってこれは相続人が直系存続のみである場合を除いて基本的には相続財産の2分の1ということになっていますそして個々の相続人が取り返すことができる遺留分の割合を具体的遺留分といってこれは 中象的遺留分を法定相続分で暗分したものになります。わかりやすく例を使って具体的遺留分の割合の計算の仕方を説明しますと例えば非相続人に配偶者と2人の子供がいた場合相続人である配偶者と2人の子供は全員合わせて 遺留分算定の基礎となる財産の2分の1を最低限受け取れる権利があります。これが抽象的遺留分です。そして法定相続分は配偶者相続人と第1順位の血族相続人の組み合わせですから、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。したがって各相続人の具体的遺留分は。 配偶者については2分の1の2分の1で4分の1子はそれぞれ2分の1の4分の1で8分の1ということになります遺言をしようとする際には後で誰かが遺留分侵害学請求権を行使して揉めることがないように注意して作る必要がありますそれでは今回はここで終わります ありがとうございました。